よろしくお願いします。先週の金曜日、5月2日ですけれども、札幌海浜裁判所におきまして政治資金規正法違反により略式命令を受けたところですが、本日弁護士さんに続きまして、お詫びのコメントを出させていただきました。その後、体調を整えておりましたが、本日から出勤をさせていただこうというふうに思っております。改めまして、今回の事件では市民の皆様の市役所に対する信頼を揺るがすことになりまして、大変申し訳なく深くお詫びを申し上げます。さらには多くの市民の皆さん、そして、関係者の皆さんに大変多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく思っております。また、市役所の各部長職の皆さんをはじめ、全ての職員の皆さんに対しまして、このような事件を起こしご迷惑をおかけしたこと、心からお詫びいたします。これからのことでございますけれども、今回の重大な判決を真摯に受け止め、これから私なりに少し時間をかけて総括をしていきたいというふうに思っております。また議会の場において調査特別委員会を設置するというふうに聞いておりますので、まだ一方で市内部に第三者による調査委員会も立ち上げるという話も聞いておりますので、その中でも真摯に誠実に対応していきたいというふうに考えております。重ねてお詫びを申し上げます。以上です。また今日はこういった会見でありますのに、幹事社の朝日の支局長にコメントをおかけしました。十分な時間、場所を取らないと思うかもしれません。どうぞよろしく。